ポケモンのね、新作がね、発表されてたね。あれ、めっちゃびっくりした。え、もうとか思って、嘘でしょと思ったけど、本当だった。あれ、新作来るね、冬。いやー、やらせていただけたら嬉しいね。スカーレットとバイオレットは。ねえ、めっちゃ良かった。めっちゃさ、もう PV の時点でさ、最高じゃなかった、結構。ねえ。ご三家今んところ誰選ぶの？え、炎かな？ホゲーターみたいな。ホゲーチ。かわいすぎるだろ。こんな感じ。ホゲーチ。あれかわいいよね。そっくり。いや、なんか猫のやつもかわいいな、草タイプかわいいなーって思ったんだけど、でもどっちかっていうとやっぱ炎タイプかな。めっちゃかわいい。ちょっとアホっぽい。そう、なんかアホっぽいとね、なんかあの口開けてる感じが。でも一番かっこよくなりそうじゃね。炎だし、なんか成長させてもかっこよさそう。またもしかしたらね、あの、進化シバにするかもしれんけど。かわいすぎて。ねえ。これこれこれ。もうね、ファンアートがあってめっちゃかわいいと思った。ミオシャと、ホゲイチとチワッシュ。そう。このさ、アヒルのやつもさ、水ポケモンもさ、めっちゃスバちゃんじゃんと思ったよね。ホゲイチかわいい。読み子はこいつかな。ホゲイチかな、やはり。こいつがいいな。かわいい。しかも炎タイプだからね。炎タイプ本当は使いてえから。こいつがいいな。比較。かわいい、ホゲチン。ドゥルルン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 ドゥルル